どうも、ハリスメディア花尾です。どうも、ハリスメディアネガです。ひろまるです。すです。ノイリンです。サルです。はい、というわけで、今回はですね、フィッシャーズさんがやってた武勇伝王っていうね、まあ、幼少期の頃のやんちゃなエピソードみたいなのをこう語るっていう企画があったと思うんですけども、はい、まあ、今回はですね、まあ、あれのビッグバレードということで、あれ90超えてる。というわけで今回やりたい企画は、はい、学歴武勇伝王選手権。まあ皆様ね、やっぱ賢いじゃないですか。賢い。まあ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 、それはでも、それはそうじゃない。そういう前提のも基本的には。だから、正直、阪大に受かるような人って、絶対地方では、もう圧倒的に多分賢いはずだったよ、幼少期の頃。幼少期の頃ね。違う？いや、まあ、まあそうってことにしとこうんじゃ、一体。ルールはですね、で、2チームに分かれますと。あ、あるわ、チーム戦だよ。1人4枚、振動エピソードを、まあ、武勇伝。振動エピソード。せめて武勇伝の方がいい。振動エピソード。振動ではないか。学歴武勇伝を、そうですね、まあ、書いてください、一人で。それで、あの、おのおのね、1対1で、こう、バトり合うんですよ。このカードを1枚出して、どっちの武勇伝の方が強かったかっていうのを、審判にジャッジしてもらいます。ああ、なるほど。まあ、より、勝利した方の勝ち。じゃあ、10回戦に出てますね。まあ、基本、高校生までやったらいつでもいい。で、じゃあ、負けた方は、じゃあ、1週間、毎日1ツイート、まあ、自慢話をしてください。いやー、きつい。でも、じゃあ、ここで本気で自慢しといた方がいいと。まあ、そういうことです。ツイート自慢せんといかんねん。ツイートのフリーにもなる。ツイートのフリーにもなるから。というわけで、Make it but go with Z プログラム。トリッピーの方がいい。そうですね。あ、トリッピー、トリッピー。あ、確かに、それでいくか。おい、これで良かったら嫌やな。ありますよ、みたいな。おい、おい。広がるってな、あんのか。あんとか自分は。もちろんです、そんなに。弱いな、押し弱いな。いつ時代のエピソード持ってきたんや、自分は。でも、生まれたてです。お前、どうしよう。もう、任せてください。頼りねえな、こいつは。ちなみに、じゃあもう一番最後にドラフト選ばれたやつは、もうその時点でも一旦罰ゲーム。いやーい。とりとりとりし。じゃあ一旦ピロマル取ります。おお、なんか持ってそうなんね。今どういう気分、今持ってる気がする。今どういう気分。いやいや、やっぱセンスないっすわ。じゃあ俺はスンで。おお、バセンかい。結果はスンは生きて発言する気もナンバーワンない。いや、そうじゃない。ナンバーワンない。とりとりとりし。でも男女の割合的にすぐサルより取らざるを得ないっていう。じゃあサルエルで。めっちゃ嫌そう。今の嫌そう。はい、じゃあノエリンは一週間。罰ゲーム。というわけで、じゃあ俺、ヒロマル、サルエルチーム、バーサス、デンガン、ノエ、スンチーム。オッケーオッケーオッケー。はい。さあ、行くぞ。というわけで、お互いも誰が出るかも作戦のうちやから。ああ、そういうこと。何出すかも作戦のうち。なるほど。さあ、それでは、先方の選手、前に出てください。ゆるりと。いや、もう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 、余裕っしょ、こんな。これ余裕っしょ。いやいや、うちの前にやめないでくださいよ。俺のターン、こいつを守備表示にするぜ。カード、オープン。せーの、ボン。俺のエピソードトーク。中学時代、一番賢かったけど、一番ヤンキーと仲良かった。行ってやれ行ってやれ。私は高校時代志望校を今の学部に決めてから一回も変更したことありません。もう大体下げるだろお前志望校お前。そうなの。そもそも志望校いつ決めたかも重要じゃねえかこれ。いつ決めたんだ。行ってやれ行ってやれ行ってやれ。高三の6月。おっせおっせおっせ。マジで意識低い。俺らが思ってたより遅かった。でもずっと D 判定取ってたんです。いや、それでも、目指し続けて、ちゃんとそこに合格したっていう。しかも現役で。わっ。しかも現役で。しかも現役で。トラップカード。え、ラピーっぽいかな。ヤンキーの方が良かった。それが良かったね、良かった。あの、なんか、そいつとかを結構、肩パンとかやってたし。あ、それ買った方は、マンジ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 って、あの、カメラにアピールしてるのが。勝者は
手は、はい、はい、勝ったでしょ。いやいや勝ったで、いや勝った勝ったで。カードオープン。せーの、はい。幼稚園の時に将来の夢で弁護士って。おい、おい、ませてんじゃねえか。お前弁護士か、お前。俺なんて、お前あれだと小6の時のお前国語の音読成績クラス1番だと思う。音読は音読は声が大きくてハキハキしてるから。ほんまになりたかったんか弁護士。幼稚園の時から、はい、あの小学校中学校まで弁護士でいいって。なぜ諦めた。なぜ理系に進めやめた。普通は法学部とか文系に進んで、はい、そっちの国家試験の高1までそうやったんですけど、高1まで、はいはい、はい、もう異常に国語ができんかったんですよ。いやそういうことよ。そういうことよ。で弁護士のドラマとか率先してみて、で ここ2、3年の犯罪者で誰弁護したい。いやでもまあまあ犯罪者で言うとあれですけど、もうここ最近で言うと本当に僕だったらあんなに炎上してなかった。どっちかせえ、これどっちでもない。勝者はサレルー。じゃあ続いての対決はピラノル対スン。よし、いや、ピロマラさんとかもうね、一番しょぼい汗かかますよ。いや、すん、嫌やな。いや、勝った勝った勝った、嫌くられてるぞ。もう勝ったわ。カードセット、これださん、うん、これかな。せーの、はい、美術の成績、ずっと5。おお、僕の美容ずっと、まあ、5、ずっとかじゃなくて、5しか取ったことない。小中、5しか取ったことない。あ、小中、はい、お、僕の美容はピロリ菌に侵されながら模試で7位を取りました。その形容詞、毒状態のね、ボスに。そう、毒状態、麻痺状態、毒状態で、その後入院したのに7位取れました。何の模試？だから20人しかない。これは反対模試、反対模試。おー、教師の医学部7位っす。すごい、久しぶりました。なんか作った作品教えてよ。作品、そうそうそう、一番これはこれだけは自信あるみたいな。猫が笑ってる絵を描いて金賞取りました。こんなこと言われたら猫笑ってる絵描いてってなるよな。え、なんかコンクールみたいなのあるじゃないですか。 学校のコンクールとかじゃなくて、ちょっとなんかまあ市とかの、そうそうそう、大きい場所で市レベル、なんか名前書いて出すやつあるじゃないですか。あ、はいはい、なんとか市で一番やった金ってことは1位ってことでしょ。え、まあ、金は多分100人ぐらいいるんですけど。ああ、でも一万作品分の100ぐらいってこと。まあ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 、100分の1。もうちょっと強い人もないから。なんでそっち援護してるんですか。勝者は3。イエーイ、よし、よし、見てみ、ほら、冬で、冬で、腹立つ。せーの、おい、おい、え、いや、こいつどうせこいからな。せーの、おい、僕のエピソード、中学時代、一番賢かったけど、クラスのギャルといいところまで行った。ええのか、そんなもんで、お前。さっきの。違う、これ。しかも、いいとこまでって言ってないやん。どこ行ったの？付き合うまで行ってへんねんけど。あ、でも、プリクラ撮った、二人で。出川さん、かましてやってください。今、気ができてます、今。小学校の音楽会の合奏で、鉄筋のオーディション受かる。だから、ほら、もう、こいつさ、すごいことよ、音楽未経験者。6人いたよ、そこに。俺以外音楽経験者なんかやってんねん、ピアノだとか。で、2人受かったんやけど、俺入ってる。鉄筋狙ったやついいものだって。普通に考えたら。しかも、クラスのギャル。ギャル。これギャル。ギャルと言ったらポイントなんでしょ、多分。ポイント、めっちゃ高いポイント。そこポイントあんないですよ、別に。いけてたよ。いけてたよ。告白はしたんですか、この方。してない。いけるわと思ってやめた、もうそれ。いけることがもう大事ですか。いけるわと思ってやめるあたり、ダサ。勝者はベガさん。せーの、で大学入試119分の4で入学です。いや、それは強い、それは4位ってこと。4位です、そういうことだ、はい、419ってことだから入試順位4位です。え、強いんですよ。僕は中学校のキュウリの薄切りのテスト30秒間で47枚切りました。あの、鉄筋出た、鉄筋。いや、違う、これはもう議論してる。いや、違う、僕はやっぱ、はい、勝者、ピロマル。せーの、はい、僕の中学時代のエピソード、数学のテスト4回連続で100点取りました。すげえ、すごい。
で、その時に僕もう3回目あたりからあの、うわ100点しか取れねえわってみんなに言ってました。うぜっ。うぇーい。ムーリー言ったね。言ったらだね。ほんとに言ったね。小学校3年生の時に英検5級一発合格しました。うぇーい。わからん5級11レベル、11レベル。だからもう先、3年か4年先取りしてるんですよ。しかも我々の世代、ただ英語が小学校の時代ないですからね。もう一般同士分かってました、小学校の時。それ強い、それ強い。三単元、三単元知ってました。わ先生がわざわざ100点取れんように今回テスト作りましたって、あの4回目あたりから。おそれはちょっと強い。でもどっちの方が希少性高いか。さあ、ただいまの勝負。これでもいい勝負やな。勝者はノエル。まあこれは賞賛に値するなと思って。うまい。せーの。じゃあ僕いきます。もう一回リベンジ。じゃあ行こう。リベンジ。せーの。中学3年生、県の模試数学で1位3回取ってます。すげー。すごい。すげー。これはちょっとやる。やる。でも。いけるいける。県でしょ。すげー。全国区の話来るから。はい。小学生の時に当時の校長先生に名前とかを知られてました。何が全国かよ。何が全国かよ。でもそれで言うと僕も認知されてました。児童会の会長やってました。児童会の会長でしょ。いや、でそういうのやってないのに。そう、一般生徒そんなコネを使わせて。それとコネとかじゃなくて問題児ってことで。なんで認知されたの。なんで認知されたのか。その話も確かに祖父が校長先生と仲良くて。いや、コネだ。いやでも俺確実に勝ちてからな。え、確実に勝つ。いやだったらこっちの方がいいかな。それを潰したいな。ほぉ、真っ向勝負する。真っ向勝負しますか。あ、おじゃあこれじゃ。せーの、ポン。テスト返しで作文ミスに全校生徒の中で唯一気づき、先生に今から減点するのは厳しいから勘弁してと謝られたことがある。おお、なるほど。世界史のテスト平均点30点で90点取りました。うえー、2位が70点で3位50点です。この問題どういうことかっていうと、俺一人が問題の正解に気づいたと。先生すらも気づいてない。だから先生超えたってこと。そう、先生超えて。でみんな間違ってる答え書いてるわけで、俺だけ本当に合ってる答え書いてるんだよ。でそれは所詮100点内の話。そう、俺らも100点超えてんねん。先生が想定した点数を超えてる。え、何点取ったんですか。ちなみにそれ105点。105点。いやでも言っとくの、点数なんて相対評価しかないんですよ。そんな周りは90点90点90点100点取っても高岡より15点高いだけなんですよ。これはでもほんまに母さんはすごい目の見た。母さんはアピールが、あの母さんはもうめちゃくちゃ褒めてくれた。母さんは褒めてくれた。それが何の母さんは褒めてくれた。これマジで負けた方ちょっと笑わせよな。これほぼな、俺これ負けた方メンタル削ってんな、これもう。ただいまの勝者は花さん。イエーイ。はい、満足しました。今日の企画これで負けたらもう厳しい。レンガムさんはさすがに勝てます。いや、君主張弱いからね。そうっすよ、電話さんに話で勝てると思ってるんですか。君主張弱いから。いや、そういうゲームじゃないせーの。はい。幼稚園の頃に鏡文字を書いていた。逆から書くってこと。逆から書くってこと。知ってます。鏡文字、こう書くってこと。あ、そうそうそう、こう裏返した文字のまま書いてたみたいな。あ、つまりダメージ。あのさ、すげえ。私、小学校5年生の時1年間連続宿題しなくなったら怒られなくなりました。いや、でも宿題やるもんやと思ってるでしょ。はい、お前が、お前、教育者としてどうやねん、お前。そのやるもんやと思ってるのを、牙城を崩した初めての男なの。鏡文字っていうのは、とにかくパズルみたいなもんやから、ただのお遊びですよ。IQ で言ったら、だから上なんですよね。IQ で言うとね。IQ の感じで言うとね。単純にこれマイナスやろ。勝者は、ペロワルさんです。マジ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 。せーの。はい。いやー、またこいつかー。せーの。中学校の時に学年1位の子にライバル視されてた。ほうほう、ライバル視ですか。1位ではない。1位じゃないんかい。つまり2位。いや、まあ5位。5
位ぐらいです。ああ、まあまあまあ、まあ、全然やん。私、九九、小児覚えるの学年最速でございます。圧倒的勝利。スタンプラリーってのがあって、何とかの段、何とかの段、何とかの段っていう先生がいるんですよ。で、で、区の段に来た時に、君が一番最初だって言われてボタンを押されたんですよ。クラスではなく学全体全体。全体全然やる。そう、中休みとか昼休みとかに先生の周りに行ってたんですよ。めちゃくちゃ早く。区、捉えれましたって。そう、最速なんでね。それってあれじゃないですか。あの先生のところに一番早く顔出しただけじゃん。友達おらんくて遊ぶから。そう、遊んどる、みんな遊んどるんやけど小児とかで。でもスーは多分暇やったからそれ言っとったんじゃん。いやいやいや違います、これはね早く行かなくちゃいけなかったんですよ。いやいやいや、ライバル視されてたってちなみになんでわかんの。確かに、どういう、あのテストのたびに毎回え、お前どうやった、それ同じクラスだったからみたいな感じじゃないですか。いや違う違う、全然違うかったけど。好きだったんじゃないですか、その。いや、思った思った。ただただちょっとね。まあ、じゃあ中学の時に学年1位の方に、モテてた。モテてた。ただいまの勝負、センター勝利。イエーイ、いきます。続いての勝負よ。またかよ。サルエル対ノエリ。同じになりがち。因縁の。せーの。はい、圧倒的勝利。あの小学校で、あの、初めて模試っていうものを受けたんですけど、算数の全国模試で3万人の中、200位になりました。すげえ！3万分の200はやばい。ってことは、これ300、150分の1か。150分。え、でも、これってあれじゃないですか。都会の、いやいやいや、でも都会の意識高い子たちが受けてる模試で、ただ毎日遊んどった僕が200位を取っちゃったっていう。まあ、ノイに言ったら、私はこっちの全てを出したね。保育園の年少さんの時に、先生と一緒に連絡帳を配ってました。いや、これ何がすごいって、そうすよ、連絡帳に書いてあるの漢字なんですよ。まだひらがなも読めないんです、私と。なのにわかんの。なのに、この漢字の形とその子の顔を一緒に覚えて、この漢字の形はこの子やなって渡してた。象形文字、記憶力がいいんです。 IQ、 IQ、 記憶力がいいんです。何言ってんですか。だから、算数しかないんですね、サルルさん。そうそう、これは俺思ったんや。なんか、じゃあ国語どうやって教えてよ。国語は平均以下です。ほら見てみ、ほら見てみ、ほら見てみ。総合ですよ、入試は。勝者はサレルー。マジマジか。いやだからこれ俺が勝てば引き分けというか。サドンデス。そうそうそう。ああそうね。お前がまあ勝てばの当選。まあまあまあ。ただそれだけの話。それだけの話。さあそれでは最終カード。それじゃオープン。せーの。僕のエピソード。阪大合格を確信し。中期大学受験を決定、リアルタイムで合格発表、実況プレイを敢行。いや、これすごいよ。これはすごい。これはちょっと、いやいや、言ってくださいよ。俺はじゃあ、そんな強いやつに言ったのが、強いやつ。幼稚園の時、かけっこで、俺だけゴールせずに、お母さんのところに走ってコースアウト。クソじゃこんなの。ダントツで一応頭悪かったけど、ダントツ頭悪かったこれは、なんかあれなんていうかな、もう気質の情報やから。そうそう、みんな知ってる。気質の情報やから、そんなん言ったら、まあそうね、そう言うと思って、どうした満点もあるよ。ちょっとあの、遅れてたよね。遅れてた。そいつが一方なんよ。そいつが物性、そいつが漁師なんよね。なぜそれを書かないの。そこまでコンビでこのエピソードやろ。というわけで今回の勝者は、花尾さん。勝利チームは、花尾チームです。マジ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 。全部ちゃんと隠れるかとかじゃん。いや、それだって今回そういう企画なんで。いや、ずる、ずるっすよね、逆に。逆にレギュレーション違反や。これ言うのはずいっすからね、逆に。はい、というわけで、負けた伝言チームは、まあ1週間、2週間。毎日自慢ツイートをね、ちゃんとやってくださいね。はい、わかりました。はい。まあ皆さん、こうやって学歴をね、学歴というかこういうエピソードをやっぱ周囲に言うっていうのは、まあ、やはりね、あまり良いことじゃないので、まあこれぐらいにしてね、はい、まあ要領、要法は持ってね、やっぱ自分だけのね、宝物にしてください、こういうのは。はい。はい、というわけで今日の企画終わります。さよなら。さよなら。